はい、皆さんこんにちは。声優の本間ゆかりです。今日は地元、こちらのね、本町わんぱく祭りっていうのがあるんで、こちらに今ねレポーターで来てます。お友達もね、もういっぱい小さい子たちも来ていて、なんか後ろでは賑やかなね、沖縄のね民謡もやってます。なんか楽しそうなんで、これからレポート行ってきますね。はい、はい、何歳ですか？6歳。6歳とお兄ちゃんは？10歳です。おお、6歳と10歳。今日のお祭りは誰と来ましたか？お母さん。はい、じゃあお祭りの感想を聞いちゃおうかな。はい、じゃあまず弟くんから。はい、どう？色楽しい。楽しいです。楽しいです。お兄ちゃんは？早くくじしたい。あ、まだやってないの？よっしゃー、じゃあ頑張ってきてね。はい、ありがとう。はい、じゃあ最後にバイバーイ。ここ外れてる。入ってる。大当たり。何買いたい？飲み物が買いたいです。飲み物？美味しいよね。もっといっぱい買えるよね、きっとね。おお、今びっくりしたね。風船が飛んだって応援してくれたね、風船も。じゃあもっともっとこれからお祭り楽しんでね。ありがとう、おめでとう。はい、かわいい。みんなに何歳か聞きたいと思います。何歳ですか？3歳。私は何歳ですか？4歳。僕は何歳ですか？3歳。僕は何歳ですか？3歳。みんな3歳と4歳ねえ、風船お揃いで可愛い。ちゃんも3歳。みんな3歳なのね。なんか、あ、これは当たったんですか？当たった。おめでとう。あ、みんな当たってるね。お菓子大好きですか？大好き。あ、いっぱい食べれるね。嬉しいですか？うん、嬉しい。はーい、ピース。はーい、みんなお揃いでこんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、今日は誰と来ましたか？誰と来ましたか？パパ。もういっぱいゲームやりましたか？やったやった。何やった？あ、これは美味しそう、ね、これも。あ、あのパチンっていうのやったんだ、ね、楽しいですか？楽しんでますか？恥ずかしいよね。かわいい風船。はい、ね、これからもね、まだいろいろあるから楽しんでくださいね。はい、どうもありがとね。大当たりだったね。どのゲームやりましたか？輪投げ。おお、輪投げ、すごい。他にはどんなゲームやりますか？あっちにもいろいろあるね。そう。はい、今日は誰と来たんだっけ？お母さん。はい、お母さんと来ました。どうもありがとうね。これからももっといろんなゲーム楽しんでね。うん、はい、ありがとう、おめでとう。あ、こんにちは。いくつですか？4歳。4歳。今日は誰と来ま
ましたか？パパ。パパと。ねえ、お祭りの感想聞いてもいいですか？楽しんでますか？うん。はい。何が好きですか？何が楽しかった？いっぱい好き。輪投げ好き。じゃあこれから頑張って輪投げで当ててね。これからやるんですか？やります。はい、じゃあ楽しんできてください。はい、バイバイ。あ、じゃああっちにバイバイして、カメラにバイバイして。イエーイ、おめでとう。いくつですか？5歳。5歳。今日は誰と来ましたか？赤ちゃんとお母さんとお父さん。わあ、いいな、みんなで。おめでとう。これ当たったの？手あげたらさ、もらえた。すごい大きいの当たったね。今の気持ちはどんな感じですか？これ大事にしますか？これも当たったの？すごい。これはね、お父さんとお母さんが嬉しいと思いますよ。ねえ、これお部屋のどこに飾りますか？飾る。うん。おお、割れちゃうよね。お金は飾れない。あげる、お父さんに。お金はお父さんにあげて、これは僕が飾るのね。おめでとう。ありがとう。みんなカメラに向かって、イエーイ。イエーイ、すごいの当たったね。いくつ？6歳。はい、私はいくつ？2歳。おめでとう。これなんだろう、すごいね。今はどんな気持ちですか？嬉しい。あ、そうだよね。これどこに飾りますか？お家に飾りますか？ね、私のさ、ほら、背より高いかも、これ。うん、大きい。大きいね。人参さんかな、これ。ねえ。わあ、楽しく遊んでくださいね。はい、おめでとう。カメラに向かってピース。イエーイ。いくつですか？3歳。3歳ですか？今日は誰と来ましたか？ママ。はい、ママと一緒に。これ何ですか？風船。大きいの当たったね。ね。これでどうやって遊ぶの？乗っかって遊ぶかな？お祭りは楽しいですか？楽しい。ね、これからもね、ゲームいっぱいまだあるので、遊んでいってくださいね。はい、どうもありがとう。ありがとうございます。バイバイ。おめでとう。カメラに向かってピース。バイバイ。こんにちは。いくつですか？7歳です。7歳。今、少年野球やってるの？はい。どこですか、ポジション？キャッチャーです。キャッチャー、一番ね。かっこいいんだよね。頭いいんだよね。野球やった。今日のお祭りは誰と来ましたか？お友達とお待ち合わせして来ました、うん。あ、お友達となんだ。もうお友達に会った？はい。あ、本当。もうゲームとかやった？ゲームも、はい。あ、でもまだお楽しみ券あるもんね、はい。いっぱいなんか楽しいことやってね。はい。うん。じゃあ最後にお祭りの感想聞いちゃおうかな。楽しかった。楽しい。一番何が良かったですか？何が好き？いろいろあるよね。まあ、わたあめ食べたこと。おお、わたあめですか。最高だと思います。ありがとう。じゃあ最後にカメラにブーイ。ブーイ。ありがとう。こんにちは。こんにちは。いくつですか？何歳？一つ。一は？一つなのに。二つか。わー。二つ。なったばっかでしょ。そうだね。こうだね。おめでとう。二つできた。イエーイ。僕はいくつ？3歳。お、3歳ですか。焼きそば食べてるのね。美味しいですか？
おお、すごいね。箸も上手に使えますね。はい。ねえ。もうゲームとか遊びましたか？輪投げ？あ、輪投げやった？うん。そう。お祭りはどうでしたか？楽しかった。おー、いいなーね。あのね、みんなのね、お顔が後でね、浮間 JP っていうね、YouTube に載りますからね。はい。後でね、お母さんたちと見てくださいね。後でパパに見せてもらおうね。ねーね、まだまだお祭りやってるから楽しんでくださいね。おお、大きいお口おお、ハロウィン、ハロウィン、オッケーね。いっぱい食べて大きくなってね。最後にじゃあカメラに向かって V してください。イエーイ、ありがとう、バイバイ。こんにちは。こんにちは。いくつですか？7歳です。7歳、今日は誰と来ましたか？お母さんとです。お母さんと今まで何やりましたか？ゲームやった。これから綿飴ですか？これは、はい、好き。うん。お祭りはどうですか？楽しいです。ねえ、毎年来てんの？お、そうですか。お姉ちゃんも今日は初めて来ました。楽しいね。すごいいっぱいね、にぎやかでね。え、またじゃあゆっくりね、この中見て楽しんでてくださいね。はい。はい。じゃあ最後にカメラに向かってピース。ありがとう。こんにちは。いくつですか？あ、2歳。ねえ。まだびっくりしちゃうよね、いきなりね。おいしいですか？おいしい？もうお父さんお母さんも楽しまれてますか？楽しみます。ゲームやりました。やりました。あ、やったー。じゃあまだまだね、はい、続くので、はい、引き続き楽しんでてください。はい、最後にカメラに向かってピース。イエーイありがとうございました。こんにちは。いくつですか？11歳です。11歳。私は8歳です。おー、8歳と11歳。お祭り誰と来ましたか？家族と来ました。そうですか。これから遊ぶの？はい。何して遊ぶ予定ですか？これからゆっくり決めようと思います。うん、そうだよね。カメラに向かってピース、イエーイ、ありがとう。くじ引きも OK。 今からくじ引き行ってきます。あ、こんにちは。してきました。なんかね、こんなにいっぱいくじ引きも当たっちゃいました。中にはね、ものすごく子供たちがぎっしり詰まってましてね、風船が、特に風船のバルーンがものすごい人気でしたね。で、三味線の沖縄の歌のライブとか、模擬店もたくさん、それから懐かしいゲームもたくさんありましたね。とにかくこんなに子どもたちがニコニコで、風船がね、この中にいっぱい詰まってて、夢のようなお祭りで良かったと思います。以上、現場からのレポートでした。